乃木坂46柿原佳、グループ卒業の山下美月が一夜限りで結成した山下軍団入りに喜び、夢でもあった。5月16日放送の東京 FM スクールオブロック内の乃木坂ロックスにて、乃木坂46柿原佳が5月11日から12日に開催された乃木坂46山下美月卒業コンサートでの思い出を語った。番組内で、5月11日公演で披露された、山下軍団の楽曲、恋残病について触れたメールを受け取った柿は、11日公演で、私も一番印象的だったのはそこかもしれないですねと切り出した。続けて乃木坂には、軍団っていう文化があったんですよ。いつもは大人数で活動するけど少人数で、5人とかぐらいで活動して、ちょっと曲を歌ったりとかするみたいなのがあって、軍団に入るのが乃木坂に入ってからの夢でもあったんですけど、美月さんが卒業コンサートで最初で最後の軍団を作りまして、山下軍団、そこでね、私も参加させていただいて、美月さんと私と伊沖真央ちゃんと一ノ瀬美空ちゃんと川崎桜ちゃんの5人で山下軍団ですとコメント。さらに、まあ5月11日で結成して解散したんですけど、でも、この日に一夜限りの結成ということで、この日のために美月さんが作詞、そして振り付けも手掛けた新曲、恋残病を披露させていただきまして、美月さんって超忙しい。ドラマも出たりとか、卒業ってなったらラジオ行ったりとか、写真集も出してらっしゃったし、どこにそんな時が、っていう気持ちではあったんですけど、振り付けも構成も水木さん、軍団員の衣装のプロデュースも水木さん、コール&レスポンスの文言も全部水木さんって言うと振り返った。そして、私たち軍団員全員、水木さんすごいってキラキラした目で見ていましたね。嬉しかったなぁ。楽しかったですね。軍団長は卒業してしまったけど、どこかでやりたいですね。恋残病。私、めちゃくちゃ好きな曲と語っていた。Thank you.